曲、CM になんか取り上げられたような、メジャーな曲はまあ3曲あと、3曲、ちょっとマイナーな爆スランプの、名曲をやろうと思うんですが、まあ、今やった曲もひどく熱かった日のラブソングっていう曲なんですけど、まあ、知らない曲は、田辺誠のオリジナルの曲だなっていうふうに思って書いていただければと思います。それでは参ります。爪を立てた君の細い肩を照らした月光。
でした。自称、晴れ男返上します。すいません、降らしちゃいました。じゃあちょっとゆっくりめの曲をいきたいと思います。Thank you.
ね。今の愛が急いでるっていう曲なんですけども、まあ、知ってる人は知ってるし、知らない人は知らないっていう、ちょっとメジャーめな曲で、知らねえやっていう人は、まあ、ただのこといい曲書くなと思って書いてください。それでは、まあ、これはちょっとね、結構メジャーな曲なんで、聞いたことあるかなと思うんですけども、よかったら聞いてください。Sun na sora ni hikaru
2020年のこの今ぐらいの時期の10月に、始まりまして、本当は今回ちょっとまあ、春の時にはバンドで出させていただいたんで、今回はちょっとパスしとこうかなとかって思ったんですけども、まあちょっと皆勤賞を狙いたいなと思ったんで、バンドがダメだったんで今回こんな感じで、一人で弾き語りで出させていただくことになりました。ですね、また11月に、11月の4日、柴田市障害学習センターというところでですね、柴田バンドフェス2023っていうイベントをやります。その時には私バンドで、ボーカルで歌ってバンドで、歌いますんで、もしそれも、よかったら見に来ていただけたらなと思います。ちょっと道の駅体内の体内さんにちょっとご協力いただいて店の中にチラシを置かせていただきましたので、もし興味がある方いらっしゃいましたら、道の駅体内の中に柴田バンドフェスのチラシがあるから持ってってねーなんつってじゃあそんな、こんなね雨模様で涙涙なんですが、ちょっとそんな涙涙の曲をやりたいと思います。やがて二人をちぎる別れ、唇には風、そしてうるむ君の瞳に愛の意味を知る、けれど二人別れる定め、胸を刺す
私あの YouTube チャンネルなんてやってます。略してまこっちゃんで検索すると出てくると思います。ぜひとも、いいねとかチャンネル登録をお願いしますので、はい、それでは最後に、聞いてください。これも多分知らない人の方が多いと思いますが、僕の中ではすごく、爆風スランプの中ですごく好きな曲です。聞いてください。
ました。もう一曲やろ。もう一曲やろ。やろやろ。もう一曲。何でもいいよ。いいの？あるあるある。どうでもしゃべよ。今日は日曜日ってことで、じゃあ明日は仕事です、明日からもまた頑張っていこうって、明日も何かを頑張っていこうっていうアンコールありがとうございます。聞いてくださいね。Kill him, kill him.